切り抜きさん M に訴えられるの、ね、そんな話してんの、戦っちゃうよ。サムネを訴えるって TJ のところに聞いた。切り抜き訴えようかってタークのリスナーをやっちゃうって今年はやめた方がいいよ。お前は配信者を一人訴えて、プロレスができなくて本物の拳銃で一人撃ったところから歯車が狂ったんだよ。それを忘れたのかい君は。今の発言も脅迫になるどこが脅迫なんだよ。訴えちゃおっかなーの方が脅迫じゃない、どっちかと言ったら。金井さん訴えられたら何も助ける。訴えられるような内容がなくない、なくはない。どこにあんの。だからサムネが悪質不快勝手に使われてるっていうのは、切り抜き本人のツイッターだったりとかね、それ連絡先が分からないんだったら俺の連絡先は分かるよね。 DM で来たものとか全部サムネイル変えてる。俺全部切り抜きに報告してサムネイル変えるように言ってるよ。変えなくてもいいと思うけど、なんかこういうの来てるよっつったら、もう万が一のために全部変えてるよ。昨日も1個変えてるしね。だから俺に連絡ちょうだいよ。だからミズニャンからも連絡来て、誰だっけ、ペガコの写真っていうか、なんかスクショみたいのから本人の顔切り抜いて使ったりとかあったけど、なんかそれもやめてくれって言われて速攻で変えてるからね。そうだから本人から言われたりとか、本人の身内から言われてる時は全部連絡して変えてますよ。だからその他もろもろまだなんか嫌なものとかあるんだったら、本人から、本人が俺に言えばいいし、それか切り抜きに言えばいいじゃん。さすがにあれはないと思うぞ。いやいや、あれってどれなのかわかんないけど、ミゼアンがナーボーさんのこと開示請求するらしいです開示請求の意味知ってる、うん、まあ頑張ってよ。ナーボー訴えないだろ、切り抜きの人って言ってさ。いやだからまあ頑張ってよ。あと騒ぐの早すぎるって、言って1万そこらの再生数の切り抜きにそんなピー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 反応すんなよっていう。そう、もう10万20万クラスになって民事訴訟とかだったらまだわかんのね、1000、2000、行って1万、2万ぐらいの再生数でピー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 言うなって、金も取れねえだろどう考えたって。アホなんか、ちっちゃいこと気にしすぎなんだよ。訴えてみろって、時間と金が無駄になるだけだから弁護士費用いくらかかってるか知ってんの。取れねえよマジで。再生回数とか関係ないよ。だいぶ関係あると思うけどね。消してって言って消してなかったらわかるんだけど、何も言わずにいきなり開示請求で訴えましたで100万取れないって絶対。こういう風に俺も被害を受けてるから、このように何月何日の動画を消してくださいっていうのがあれば話変わるけど、ないんだもん。大体どの切り、それも分かんないじゃん。そう、チャンネル名とかも今なんかその話を聞いてる人から出てないってことは、自分でもどの動画のこと言ってるか分かんないんだよきっと。もうチャンネル名出てないんでしょ。 10個ぐらいは多分あると思うんだけど、チャンネル名出てないんでしょ。もう結局そういうことじゃん、どれかを明言してない。明言しないと、しかも本人が毎日放送してる配信者なら本人に言わないと。どのチャンネルか話回ってきてないし、ね、その都度何かトラブルがあったらチャンネルを運営してる人たちからも連絡来るのね。ないんだよね。 TJ も検証したけどどれかわからんって言ってさ。そう、だから俺の切り抜きの中ではミズニャンって人気コンテンツなの。逆になんかその人気コンテンツなんだから、ナーボーの切り抜きをなんかディスる放送とかすればいいじゃん。ちょっとなんか面白くない、生放送的にそう、ナーボーの切り抜きの中ではミズニャンは割と人気コンテンツですよ。結構なんか動画上がってるし、再生回数も取りやすいっていうね、だからミズヤンもナーボーがどうのこうのとか訴訟しますじゃなくて、ナーボーの切り抜きについてみたいな生放送撮って、今回こういう動画が上がってるんだけどっつって、もう別になんか再生もしていいよ。そう、放送中に再生もしていい別に。でなんかそこがちょっと嫌だなっていうんだったら、もう内容とか全部なんか文章とかにまとめて、こういうこと言ってるけどさっつって、なんかレスポンスしたりとかすればいいじゃん。そっちの方が配信のネタになるし面白いじゃん。まず自分の数字回復させないとね、どこ行っても活動できないと思うけどね。うん、訴えるとか訴えないとかさ、そんな幼稚園生でも言えるんだからさ、そんなこと言っててもしょうがねえよっていう。一緒にね、だから俺のこと嫌いだとか俺に不満持ってるやつとかもいるんだから、そういうやつらを仲間にしないとね。水谷
視聴者で仲間が少ないんだよ今。いやチャンスだよ、むしろ俺のこと嫌いなやつなんていっぱいいるんだから、そういうやつらを味方にする。それでそうだそうだっつって気持ちいい放送できるじゃん。自分ディスられないし、簡単な話だって。なんでそこまでさ、ちょっと頭回んないのかがちょっと謎です。ここ切り抜いといて、切り抜いといてください。あ、ダメだ、楽曲使ってるからな、残念